坪祐介さん、雪風さん、良平さん、ありがとうございます。おはよう。タコ見てください。アムロさん、ありがとうございます。天使の絵の具さん、ありがとうございます。おはよう。暑い今日の朝はイチゴミルクでございます。ボリューミーですか。髪の毛暑いね。ツーマさん、ありがとうございます。前髪がまっすぐ。お、今日フラゲビ。夏みかんさん、そうさん、ありがとう。はいよ。トマトさん、ありがとうございます。トレートパーもいい感じ。そう、かけてよかったって思います。うん、お手製。おいしい。ゲンマシンさん、大好きさん、みじまのカズさん、ありがとうございます。タバマックスして、あら、はよ。そんな細いストローではイチゴ飲める。そうなんですよ、お店と同じ味。今日大阪でたこ焼き食べるといいね。確かに、なんか最近めっちゃたこ焼きが食べたいんですよね。ずっと3日ぐらい。ここなんでなんでしょう。たこ焼き予報してるんですから。今日の歌か、そう、生放送です。天使の絵の具さん、ありがとうございます。AT6 さん、直樹さん、ありがとう。カリカリトロ派。外はカリ、中はトロ。中はトロ。おっとっとっと、夏だぜさん、ダダダダムドさん、ありがとうございます。日焼けした。本当、今日の髪型だ。ストライクの浜地さん、ありがとう。あ、してないよ、多分してるかもしれないけど。アモズさん、ありがとうございます。スマホで見ると日焼けしてる風に見える。そっか。深夜さん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。へい、私ってこう見えても結構オープン。
するタイプだけど、間違えた、日焼けって言っちゃった、みんなが黒いって言うから、気寄せするタイプだけど。タムちゃんさん、しんちゃんさん、ありがとうございます。コウタンさん、ありがとうございます。意外に無駄だし、アダルトな化粧するし、恋も上級じゃがない、イエーイ。まだまだお子ちゃまだわ、見栄を張ってるようじゃ、ベイビー家に帰りなさい。修二さん、夏みかんさん、坪祐介さん、ありがとうございます。ここだとそんな黒くない。ハモンさん、ありがとうございます。はよ、バナナトロ、伝説のヒレポンさん、ありがとうございます。いや、トロは違う。アルベルトさん、ありがとうございます。前髪長くなったんですよね。505は天使の番号って言われてるの知ってますか。知らない、なんで。はいよ、アリミチュタコン、そう、ハートの独占権はトラブさんとしたい。うん、よく寝れました。昨日の夜ね、読書しながら寝たんですよ。そしたらぐっすり。今すごいいいとこなの。湊かなえさんの母性をまだ読んでるんですけど、今めっちゃいいところなんですよ。第6章まであって、第4章のちょっと後半らへんっていうか、今からもう差し掛かるぞっていう、差し掛かる手前のちょっと手前って感じのところでね、めっちゃ面白いんですよ。大地さん、ありがとうございます。そう、なんかね、母性ってダメ、ネタバレダメよ。3つの
あの視点から書いてあって、それがポンポンポン、第一章母目線、娘目線、第三者目線の一つの出来事が三つの視点から書かれてて、一章ずつ。そう、ヨタビーさんありがとうございます。確かにめっちゃ面白いですよ。ちょっと難しいと思ったけど、最初はそのね、視点が変わるのでも面白い。うんうん、坪井祐介さんありがとうございます。みちが本読んでああ。ほっぺつんつ、あおさん、そうさん、ありがとう。そう、今日タコンさん見てください、ぜひ。やばい、ね、本買った時にもらった。これしおりなんです。そう、前は巻いたら普通なんですけど、巻いてくりゃよかったぜ。元気よ。似合う？ほんと？なるみさん、ありがとうございます。ゆきかぜさん、ありがとうございます。うん、そう、なんかこれね、なんかこれの写真を、これじゃなくていいんだけど、これと写真を撮って、なんかツイッターの、ツイッターかなんかに載せたら、あの金のしおりがもらえるらしい、抽選で。いいよね。はよ、マセさん、ありがとうございます。金のしおりってよくない？ね、あなたが落としたのは金のしおりですか？もう大好きな人届いてる？平たくさん、ナナナナムナさん、ありがとうございます。ポケモン自己分析してない、やろうかな。朝の道、そのうちわの金バージョンじゃない？スクショしたのでこれで受ける。
モテン男さん、ありがとう。今日届く。そっか、もうそうなの。このルームのミュージックビデオが大好きな人になってる。しんちゃんさん、ありがとうございます。いいやん。イエイ。リリーベ、明日金が好きなんですよね。そう、金のしおりっていいよね。いよいよ明日。いや早いね。みちは投げキスとかあんまりしないです。配信ではね。金が好き、好きそう。ハイタッチ会暇なら行こうかな。待ってます。前髪ストレートだと大人っぽい。ほんと？巻いてくればよかったって思ったけど。うん。金髪。なんか今日口でかくない？鼻がでかいんか。鼻ですって感じ。鼻が。鼻ですって感じよね。ストレートの方が好きな浜茶さん、つばゆうすけさん、ありがとうございます。光の線、サステナブルの握手券追加購入するか悩み中ね。サステナブル、サステナブル。はいよ。全日って予定はなくて。そうなんですか。サステナブル、お待ちしております。T6 さん、ありがとうございます。困りが、眉毛が垂れとか。髪伸びたでしょ。早いよね。サステナブル、サステナブルは池早さん、ありがとうございます。
ブルはなんだっけ、単語が出てこない。あ、そうそう、コスプレをねするか、でもねするかな、サンタじゃなくサンタもするんですけど、サンタはみんなするでしょ。ハロウィンもあるのか。いや、ちょっと待って、ちょっと考えてメールで送ります。アイルトン佐藤さん、ありがとうございます。私は今日はウタコンに出演します。そう、コスプレでね、恥ずかしくてさ、ちょっと何々になったらコスプレしますがいいな。雪風さん、ビルマさん、キョウちゃんさん、ありがとうございます。サンチいいね。それでは感情を読んでいきたいと思います。テストファイト CD 届きました。早いね。いきます。13位大地さん、12位りょうすけさん、11位ライザンさん、10位まさじさん、9位ひょうさん、8位石剣マシンさん、7位闇落ちした熊の軍隊さん、6位つうもさん、5位豊田のひろじいさん、4位ソウさん、3位アモズさん、2位ダダナナムロさん、そして1位はルルルルルルンジャン、ゆきはやさん、ありがとうございます。ゆきはやさんでした。そして今日のラッキーナンバー22はルルルルルンジャン、天然カラスさん、ありがとうございます。 Thank you。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリおー。今日はうたコンに出演させていただきますので、皆さんぜひ見てください。それでは、またねー。チューズデイ。チューズデイ。